フェロー人は、フェロー諸島のゲルマン民族。フェロー人はノース及びゲールを起源とする根性。約2万1000人のフェロー人は、近隣諸国に居住しており、特に、デンマーク、アイスランド、ノルウェー。現在、ほとんどのフェロー人は、デンマーク国民である。フェロー語は、東園にあたるノルウェー語方言及び、アイスランド語と密接に関連した西スカンディナビア諸語。 伝統的な教会の晴れ着をまとった1940年代の高齢フェロー人夫婦。スリーフェローイースウィメンウェアリングトラディショナルコスチュームズ、ザ・スチューデント・キャップス、アイデンティファイゼム・アズ・ニューリー・グラジュー・イテッド、フェローイース・ポラティションス、プリース・ツ・アンド・クワイア・イン・フロント・オブ・ザ・ラグティング、オロブ・ゾーカ2012。最初の移住者は6世紀頃に到着した、ゲールの忍者並びに僧侶である。その後、 およそ650年頃にノースゲール人が到来、島々にノースの文化や言語を伝えた。与えられる余地は推定のみでこの期間についてはほとんど分かっていない。唯一の出典であるアイスランドの、それは大体1200年頃に書かれており、その約300年前に起きた出来事を説明している。佐賀によると多くのノース人は、 ノルウェー王の政治統一に反対し、新発見した西方の陸地を含む他の国々に逃れた。歴史家たちはバイキングであるグリーム看板が最初のフェロー諸島移住者だったことをフェロー諸島の人々の佐賀によって理解している。ノルウェー人はノルウェーを離れる以前から諸島について知っていた。グリーム看板が早い時期に定住していた場合、ノルウェー人が 諸島について知っていたことを説明できる。別のより多くの論理的な解釈に、ノルウェー人はスコットランド及びアイルランドのゲール人により島について認識するようになっただろう。グリームはコノルド語の名前であり、看板はケルト語起源を示している。したがって彼はすでにバイキングの集落があったアイルランド、アウターヘブリティーズあるいはマンシマーあたりから来た人物だった。 フェロー諸島最古の定住地の地名のいくつからおそらくは移住者の一部はスコットランドの島々とイギリス沿岸あたりから渡ってきたことを示唆している。最近行われた DNA 分析で男性系統をたどることができる Y 線色体では約87%がスカンディナビア系であることを明らかにした。また女性系統をたどるミトコンドリア DNA の研究では 約84%がケルト系であることを示している。ありがとうございます。